ようございます。おはようございます。今日はですね、8月の夏の作業というの、8月はですね、なかなかな作業が少ないということなんですけど、あるんです、やることいっぱい。はい。いろいろ用意しましたんで、はい、これをご紹介したいと思いますので、ぜひ夏休みですね。はい、やることいっぱいありますんで、ご覧ください。無理やり一回聞いて。ということで、たくさん用意しました。まず臓器と小白類ですね。何しろちょっといろいろあるんで、うん、今日もちょっと話がとっちゃかるかもしれないんですけど、長編だ。それをギュッと縮めてトーク中心に、はいはい、行きたいと思います。で、どっから行きますかね。まず欅行きますかね、はい、欅はですね、5月に、1回剥がりをしたのがこちらですね、うん、で、その後葉っぱの、まあ、成長が小さくとどまってるんで、はい、これについては、まあ、2回できるよっていう話をしたかもしれないんですけど、もうやらない。5月に、剥がりをして、今葉っぱが大きくなったやつはもう一回、剥がりできるんですけど、はい、これについてはやらないんで、ちょっとその状況は見といていただいて。葉がちっちゃいからってことですか。ちっちゃいから、だから何でもかんでも2回できるよっていうんじゃなくて、こういう小さいやつはもうやらない。で、多分これ例えばですけども、11月の展示会出す時なんていうとちょうどいい大きさになってるんじゃないかなというふうに思うんで、2回やることを目的に5月と7月頃切れればって言ったんですけど、はい、これはやらない。で、仮に大きい葉っぱのやつは、あれば、それは2回剥がりできますよ、ということですね。これ葉っぱが、こう畳んで下向いてるじゃないですか、これはやっぱ日差し強いからこうなったんですか。あ、でもないんじゃないですかね、まあ、こういう葉っぱなんじゃないですかね。こういう小なんですか。うん、だと思いますね、まあ、こういうね、こう上がるやつもあるんですけどね。ありますよね、はい、そういうのはね、意外と立ち小っていうのはそういう多いんですよ。葉っぱが、我々立ち小買いなさいって言われるんですけど。あ、そっちの方がいいんですか。本当はそっちがいい。だから、まあね、これはこうなっちゃってますけど、葉っぱが立ってるっていうのは枝もこう出やすいって言われるんで、葉っぱで見分ける、あ、いいところにあれですね。あ、そうですか。またワンポイントが来て、立ち小の見分け方、葉っぱで見ろっていうね、はい。で、これが本来昔から言われてる7月8月になって、このカサカサしてきたら、音聞こえないかな。聞こえないですね、まさかね。聞こえないですね。カサ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 、聞こえました。聞こえました。カサカサ言ってきたら切りなさいっていうのは、これはもう昔から言われてる、うん、ちょうど7月8月頃の、だ、5月やってません、上がりは。7月8月に葉っぱがこう固く濃い緑色になってですね、カサカサしてきたら切りなさいっていうんで、これは、まあ、ほぼ全上がりですね、うん、で、懐の小さい葉っぱなんかはこういうのは残してもいい、はい、剥がりもする目的が、先端の強い葉っぱを切って中から懐から、葉を出させようっていうのが目的なんで懐の、小さい葉っぱの元気のないやつ切っても葉っぱが取れるだけで、はい、もう一回、吹いてくるかどうかわからないので、それは残すという、うんうん、ちょっと目的がね、そういうことでやってるんで、これはだから、全剥がり、もしくはだから懐だけ小さいやつは残して、そういう剥がりができます。なるほど、はい、いうことですね、はい。で、このカエデは、今度カエデの話いきますね、はい、カエデは、これは一回やってると思います、はい、っていうのはそこそこ葉っぱが小さいんですけど、うん、ただカエデの場合は元気なんでっていうのは、ケヤキよりも強い樹種なんで、これだったらできちゃいます。もう一回これやります。これぐらいだったらちょっと小さめですけど、小さいの結構ありますよね。そうですね、うん、吹いてますけど、これも全然大丈夫です。カエデは2回やっても、このぐらいなら大丈夫です、はい、ということですね。で、やるんならもう8月中には終わらせないといけない。うん、だからまさしく夏の作業。なるほど。で、9月になったらもう今度芽を吹いてきて、もう芽が伸びないですから、うん、下手するとね、吹かないで出ちゃう、その年冬を越しちゃうなんていうのも出るかもしれないんで、はい、8月やるならもう今月中にやるっていうのが、まあ、声を裏返っちゃった。昨日も飲みすぎて、夜遅くにラーメン食べて、また飲んでね。まあいいや、話が。ということで、はい、やるなら8月中にやってくださいっていうことですね。はがりですね、今はがりですね。はい、だから臓器類はそんな感じですね。うん、で、もみじはちょっと見たんですけど、全部もうすでに私が、肩はがり、もしくは、はぎりっていうのも終わってたんで、うん、ちょっとやる作業がないんで、はい、はい、ちょっと今はやるのがなかったです。モミジも一緒ってことですよね。モミジも一緒ですね、はい、で、そうそう、で、盆栽球でも言ってるんですけど、昔はね、前半はやったんですよ。
はいはい、もみじも、うん、で、X なんか見てても前半針やりましたで芽が吹いてきてますっていう人もいるんで、うんうん、絶対ダメって話じゃないんですけど、まあ、経験上ですけど比較的芽吹きがちょっと弱い回転比べると、弱いんで肩剥がりにしといた方がいいかな、うん、肩剥がりでも十分、うん、日差しが入りますし芽吹きを促すことになるんで肩剥がりにして、うん、新芽が出てきたら、うん、それは切るんですよね。あ、それでもいい。そうそうです。そうです。ですよね。そうです。見栄え悪いですもんね。そうですね。そうですね。その、変な葉っぱ。葉っぱだけ見ますか？いいですか？葉っぱだけ見ますか？葉っぱだけ見ましょうか。ね。これのもそうですね。葉を切ってる。うん。肩剥がりしてるから、透けてる、透かし、雑草が多いから、あれですけど。これなんかも肩剥がりしてなおかつこれ切ってますよね、はい、はいはい、で、ここの軸を短くしようというのが目的で、うん、ここから芽が吹いてますから、はいはい、そこから出てきたらそうですね、今残ってるのは切っちゃう、ここもいらないですね、っていうのはこの葉っぱであと落ちますね、これ紅葉してね今年は、なんでここにとどまるわけ、この長さにとどまるわけですね、うん、何しろもみじは短い節をたくさん作るというのが難しいので、はい、そのために、まあ、肩剥がりしてっていうことですね、うん、でこれなんか分かりやすい、みんなよく言う昼間さんのもみじって葉っぱ変だねって、うん、これ切ってるからこうなんで、はい、こういう葉っぱじゃないですね、これも透けてますよね、だから今やる作業何もないんですよね、なるほど、はい、だからこれは早めにやっておくといい、だからもし4月5月6月と何もやってこなかった方は、まあ、今やってもいいです、はい、結構ね葉っぱがちりちり焼けてる、まあ、これもそうですよね、もみじなんか焼けやすいんで、うん、もみじだとかあと姫シャラとかね結構もみじ葉がちりちり焼けやすいんでこういう風に切っといてあげるといいと思いますね、はい、これだけちょっとやりますか、1個だけ楓ですね、ミーノ、これはフェスで新藤さん、新藤さんさんどういうことですか、新藤さんが作った、ね、はい、はい、出した、はい、楓ミニですね、でこんな元気になっちゃってるし、これも多分やってると思います、1回剥がりを、剥がりをちっちゃいのも出てるんで、ここら辺のちっちゃい葉っぱ出てますよね、はい、なんで1回剥がりやってると思うんですけど、こういう伸びたやつだとか剥がりをちょっとやってみたいと思います、はい、2回目の剥がりですね、2回目の剥がり、はい、楓はできるということですね、でここで1個だけここら辺の葉っぱがある、うん、見えますかね、ここ、はいはい、ここ、はい、ここら辺で切りますね、もっと深くやってもいいかもしれないですけど、ちょっと一旦これで、もう一個切り戻すか、はい、ちょっとごめんなさい、もう一回、もう一個下に葉っぱがあるんで、ここまで切り戻しますね、うん、はい、はい、こんな感じで、はい、はい、で、ちょっと剥がれしていっちゃいますね、はい、ちょっと伸びてる枝もあるんで、うん、もうバサッと、バサッと、はい、変えては安心ですよね、結構ね、大丈夫です、大丈夫です、何やっても。安心ですよね、でもみじとやっぱり違うのはそのツーッと伸びるのが割と伸びづらいんで、はいはいはい、ちょっとやり残しても安心、うんうん、目切りあるじゃないですか、ね、もみじとか、はいはい、楓の、はいはい、楓やんなくても大丈夫ぐらいな気がしますよね、そうそうそう、うん、伸びないからね、もみじはやっぱり枝を押さえてあげないとツー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 伸びちゃうんで、で昼間さんが初心者に一押しは楓ですもんね、楓ですね、一押し楓、もみじはね人気があるんですけど実は難しいんですよね、楓があんまり売ってないんですよね、もみじよりも、あ、意外とそうかもしれないですね、見ないですよね、うん、確かに懐はやっぱちっちゃいですね、葉っぱがね、新藤さんも良かったです、もう一個あったんですけどね、もう一つ買えなかったんだよな、Qさんも買いましたもんね、え、図書、あ、キミコさんの、ね、よくなりましたよ、ね、うん、今年そして新藤さんが、はい、あ、フェスでついにフェスで東上フェス、東上フェスで9月の14、15、16で行われる東上フェスのことですか、そうです、そのことです、はい、番宣です、番宣じゃないか、番宣じゃないか、イベント告知、イベント告知か、なんと新藤さんが、出していただけるということで、わ、このチャンスしかないですからね、そうですよね、新藤さんの作品を変えるというのは、うん、当然フェスで、当然フェスで、まあちょっとね、いつ来られるかはいろいろとセキュリティの問題もあるんで、セキュリティの問題もあるんで有名人ですから、そうそう、ね、3日間通して来ていただければ必ず会えます、うん、そうですね、必ず会えますね、だから1日は来るかもしれないということですよね、来ないかもしれないそうか、そうか、今年来なかったねみたいな、はい、物が出ますんで、はい、八王探しの方も、なんと結城正関さんも商品を持ってきてくれるということで、
お店には立たない。お店には立たない。あ、立たない。うん、9月の14、うん、15、16。16。3連休。お待ちしてます。東寿園で。そうですね。やってますので、お待ちしております。はい。はい。どうですか。はい、大体終わりましたね。はい、でここら辺の人から出てるやつは多分使えないので、これ見えますかね、ちっちゃいのね、はい、これは取っちゃった方がいいですね。あの、なんでかっていうことは、うん、その上にちゃんとしたしかした枝があるじゃないですか、はい、ってことは下に細い枝が、これが仮に枝でできたとしても、うん、太い枝の下に細い枝があるっていうのはまあおかしいっていう理由で切ります。はい、はい、理屈をね説明しないといけないですよね。はい、こんなところで終わりました。まあ綺麗に取っちゃってもいいんですけど、先ほど言ったように懐の芽葉っぱっていうのを出す目的で外側切ったんで、はい、うん、4月5月とかにですね、なんでそれは残すと。でこれを仮に懐のちっちゃいのを切ってもそこからまた出る元気がない可能性が高いんで、うん、ということで切らないというそういう理由です ね, ですね。はい、これはもうざっくりで、はい、まあちょっと気になるようだったらこれ切り戻しちゃってもいいですね、うんうんうん、切り戻しちゃいますかこれね、うん、ちょっとね、うん、こういうね下あたりにちょっとこう出そうな感じのところがあるんで、その上でこう切っちゃうと、節を節の上で切るんですね、そうそうそう。で仮に出なきゃ出ないでもいいじゃないかと。あ、出なくて、あ、いらないかもしれない、ごめんなさい。そうですね、ここによく見るとここにありますね。あ、どうだ、見えるんだろう、これで見えるかな。鉢の裏しか見えない。私からよく見えるんだけど。ここにはちっちゃいのが見えますかね、はい、横にね、うん、こっちの方が見やすいか。ということはこれいらないかもしれないですね。そうですね、切っちゃおう、ごめんなさい。枝立ってますからね。立ってますからね、はい、ということで、まあ剥がれと一緒に剪定しちゃってもいいんじゃないかと思いますね。はい、はい、こんなところが楓、の作業ですね。はい、はい、ということで雑木、あ、で雑木もう一個だけ、こんな風に、まず雑草がたくさん出てるやつはまず雑草をきれいに取ります。はい、はい、もうこんなんばっかなんで。でも本当1週間とかでそうなりますよね。なっちゃうんですよね。はい、それでこれはねちょっと見てください、この実を ね、こんなになっちゃって絶対良くないです、これね。見物ですか。見物あの鑑賞上そんなに美しくないですよね、この実がね。こんなに本当長寿梅の実ってね良くないのかっていうぐらい、まあいわゆる長寿梅っていうぐらいだから梅みたいな実ですけどね。これは取ります。はい、まあ、基本的に長寿梅はまず実を楽しむ木ではない、うん、木ではないって言われますよね。そうです、そうです、うん、だから場によってはもう花の時から少し花が終わったら、うん、花なんかがめくれちゃった、めくれちゃった。いいか、切っちゃうか、これダメだな。いいです。花が終わったらつぼみがこう膨らんでくるときに全部ポロポロって取っちゃうのが一番いいですね。そうそうそう、場合によっては花も、咲いてるときに少し適化っていうんですかね、そうですね、した方がいい。だから今みたいになっちゃうわけですよ、なっちゃう、無理に取ると、ね、栄養も持ってかれちゃうから。あ、それが一番なんですよ ね、 そうですね。栄養を持ってかれた他の葉っぱに影響が、枝枯れしちゃって、枝枯れしちゃうってことですね。確かにこれ取りづらいですね。いいか、これ切っちゃうか。梅酒でもボケだからどうなんですかね。ボケ酒ですね。ボケ酒ボケ酒ボケ防止とかになったらいいですけどね、うん、つまんなかったですね。逆にボケちゃうんじゃないかな。ボケだな、そっか、ね、ボケ、あ、ボケちゃうね。今は身を取って、身を取ってます。いっぱいある、はい、そんな風に実がありましたんで、まあ、あとこういう伸びたやつもね、切っちゃっていいですね、はい、これはね、多分白長寿梅ですね。あ、白、うん、葉っぱがね、ちょっと大きくって、葉の色がちょっと薄いですよね。で、こういうのはもう今、トヤに入りかけてるんで、こういうのも取ってあげてもいいですね。簡単に手で取れますんで、うん、もう全然もう、こういうのは光合成しない。だから、少し葉っぱ取ってあげてもいいですね。夏の作業としては剪定ってことですか。剪定ですよね。剪定で、あとは剥がりしてもいいんですよ。あ、そうですね。今まであんまりやったことないのかな、長寿梅の剥がり。今やってもいいんですね。あ、そうか、それも作業の一つに入れてもいいですね。6月ぐらいとか6、7、8月ぐらいはできますね。いわゆるこういうものをこう買ってっちゃう。
葉っぱを。葉っぱ葉っぱ葉っぱ。さっきの回転と一緒ですよ。なんか昔やったことあると思うんですよ、ね、うん。ありますかね。うん、あのできますんで。要はこれもだから内側から枝を芽を出させたりとか。そうそうそう、懐からやっぱり出すのが同じです、うん、目的は。小枝作りがやっぱりあの長寿梅も大事なんで、はい、ね、あと枯れ枝があれば少し、あ、これなんか枯れちゃってます、枯れちゃってました。あ、これ枯れちゃったかもしれないな。はい、少し整理していくっていう。はい。はい、結局夏の作業って剥がりなんだな。剥がりだっていう。そうですね。2度目の剥がり、もしくは1度目の剥がり。はいはい、あ、そうです。やっぱり剥がりです。うん、雑木はね。今のところね、雑木は全部剥がり。そうですね。はい、という感じですね。はい、立派な春柏と赤松。そうですね、赤松ですね。で、赤松ね、ちょっとさっき、棚場のこっちの方から1個出てきまして、うん、今もう8月入りましたから、もうこれは見切りはしない。そうですね。で、赤松の場合は少しこう伸びてもいいです。さーっと、うんうん。だからそういう意味で別に芽数もちょっとむしろ多いぐらいなんで、うん、増やす必要もないですし、こういう葉がちょっと多いぐらいですね。これなんかね、葉っぱがね、うん、剪定したいぐらいむしろ。なんで無理に見切りはもうしないというところですね。山さんは先週見切りしてましたけど、だいぶ怪しいですよね。怪しいですよね。出てこなかったらどうするんだろうと思いながら。これなんか芽がいっぱい。ああ、いっぱいある。だからこういうのは逆に抜いといた方がいいですね。芽かき的な。芽かき的なですね。で、切るのはやっぱりこう下向いてる枝ですよね。はい、まずそこから下を向いてる枝。それとできれば横に2本があった方がいいんで。これはいい枝ですね、横にね、うん、でこれ上出ちゃってますね、これを切る。なんでこっちかこっち、まあこっちも下の方ちょっと向いちゃってるからこれでいいんじゃないかな。横並びの2本を残すって感じですね、うん、そうですね、横並びですね、うん、はい、ということであとはちょっと芽っぽいやつがあった場合は切っちゃうと、うん、はい、少し整理して枝は二股で作っていきます。そうですね、あの雑木も小白も一緒ですね。少し芽数をね、芽数っていうか枝数を減らす、ああ、そういう意味じゃ剪定も一つあるってことですね。うん、はい、まあ、これはでも、うん、夏の作業なのかなって今ちょっと思った。なるほど、なるほど、なるほど。芽切り忘れたやつってことですね、うん、そうですね。で、これの場合は枝数が多かったから、そう、この場合はね、うん、っていうことで、はい、全部フォローしてもらってますけど、いえいえ、はい、すみません、はい、枝数多いのを減らしてますってことですね。だから赤松の夏の作業っつったらどんなことになるんですか、うん、あ、で、そうですね、そっち行きましょう。今そっちに夢中になってたから、うん、こんなことで、はいはい、これはもうほっとくあとでね、はいはい、で、ちょうどこれがね、私は芽かきが遅い、芽かきじゃない、芽切りが遅いので、うん、ちょっと大きいやつはね、芽が一番最初に切ったやつが出てきてたんですけど、ちょっと持ってくるの大変だったんで、はい、ちょっと小さいやつを持ってきて、ここら辺がこの辺がいいかな。もう上の方が少し芽が出てきていると思います。出てますね、うん、赤松、黒松の、この時期の作業。あ、コーヒーが落ちた。ごめんなさい。あ、もう、うん、芽かきを、あ、いや、だからやるんだったらですよ。どういうことですか。あの、芽かきはやってもいいです、この時期。あ、もう大丈夫。そうそうそう、本来は、これもね、ちょっと話したかったんですけど、6月の中旬ぐらいに例えば芽切りをして、はい、今ではもう1ヶ月半ぐらいですかね、8月頭ですから、そうすると、芽が出てきてるんで、芽かきができます。はい、で、できそうな芽が、あ、これがいい、ちょうどね、いいのがありました。これ、この芽、今4つ出てますよね。うん、で、どれを残すのか、どれを取るのかっていう。はいはい、で、まず下にあるちっちゃい芽。うん、これですね、これを取って4つのうちの一番弱い芽を取ったと。弱い芽であり、本当はね、弱い芽を2つ残すって言うんですよ。あ、そうですか。基本は弱い芽なんだ。あの強い芽っていうのはどんどん大きくなっちゃうんで、うん、大小あった時に弱い芽を2つ残しなさいっていうのが基本なんですけど、今のやつは下に向いちゃってるっていうことと、はい、ここに横に同じ大きさの芽がありますよね、うん、で、これが大きい、はい、なんでこの大きい上の芽を取るということですね。同じぐらいの強さの芽を2つ残す、そうですね、この2つ残しですね。これが、芽かきの基本だということですね、はい、で、芽かきは今、
できますよっていうことで、まあ、紹介のためにやってるんですけど、慌ててやらなくても大丈夫です、うんうん、はい、もう少し、特に私はもういつもいろんな作業が遅れるんで、もうそれこそ冬場近くになっちゃっても、うんうん、そんなに芽が伸びないですから、はい、ちょっとずつ大きくはなるんですけど、ある程度芽がしっかりしてから切るっていう、企画っていうのもあります。そうですね、で特に秋ぐらいのイメージ。そうそうそう、秋とかも全然平気で、うん、ちっちゃい芽を残すんだよって言ったんですけど、ちっちゃい芽ね、いじけちゃう可能性もあるんですね、はい、いじけちゃうっていうのはそのまま成長しないで、うん、芽が天場っていうか開かない可能性もあって、はい、死んじゃう可能性もある。死んじゃうってあんまり良くないですね。枯れちゃう可能性があるかもしれないんで、少しそういう意味では、様子を見るという意味で、残しておいて、うん、で心配であれば例えば3つ残しておいて、はい、秋から冬にかけて1個だけ取るとかね、ぐらいでいいんで、芽かき今やる作業ということでできますよっていう紹介はして、やるときはこうですよっていう紹介なんですけど、はい、慌ててやんなくてもいい。もう今からスタートできますよってことですね。できますよってことですね、はい、っていう話です。でちょっとね、話どちらからかな、芽切りの時のハスカシの話をちょっと、いや大丈夫ですかね、織り込んでも。どうぞ。いや今までなかなか言えなかったんですけど、6月の中旬に芽切りやりますよね、はいはい、で、その時に同時にハスカシをするってやるんです。よく七五三ってよく言いますよね、はいはいはい、七五三っていうのは下に、葉っぱを5つ茶7つ5つ3つということで、うん、でその目的っていうのは葉っぱを残すことによって芽吹きの2番目の芽の大きさを調整するために、うん、はい、芽吹きの良さを調整するために七五三とやる、うん、で七五三で3はねちょっと心配だったら864でもいいと思います、うん、はい、で商品盆栽のこんなちっちゃいやつなんかはもう全部5でもいいです、うん、はい、残すのが、うん、ごついごついってよく言うんですけど、はい、ごつい残して、2本がついになってるから2本でついだからごつい、ごついね、2本が5つでごつい、はい、って言ってもいいです。で何を言いたいかというと、七五三なんだけども必ずしも下のハスカシっていうのはこれは私の考えですよ、うん、やんなくてもいいんじゃないか。要は下だから一番下の弱いやつは、弱いやつを強くするためにはもう歯抜かなくてもいいんじゃないかってことですね。芽吹きはしない可能性もあるんで、うん、であれば下はやらなくてもいいし、はい、これは私の、ね、言い訳なんですけど、上の強いやつだけ結構 歯抜いたりします、うんうんうん、実は時間がないんで、はい、強いとこだけ、それこそ上だけこう葉っぱを減らしといて、で落ち着いたこの時期に七五三やったっていいんですね、うん、この時期から冬にかけて芽が出てからと思う。芽が出てからですね、2番目が出てからやってもいい、で今、うん、すぐやると、芽を一緒に取っちゃう可能性があるん で、ね、もう少し芽が固まってから、あそこそじゃあまた秋ぐらい、秋ぐらいとか初めぐらいに、そうですね、までに、七五三にしといてあげるといいかなって思うんで、うん、慌てずやらなくてもいいっていう、今ちょっと強引に夏場から秋に向けてのところに織り込んだんですけど、うん、恥ずかしいですね。じゃあでもここからの仕事でもありますね。そうそうそう、目切りだけして恥ずかししてない人結構いっぱいいると思うんで、いるんですよ。だから、うん、私もそうだし、目切りして目かきもやらない人いっぱいいるんですよ。そうそうそう、でごちゃ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 ってね、同じとこからなっちゃって、だからどうしても作業が遅いわ。だからこれなんかもそう、こんなごちゃごちゃしちゃってるのはやっぱり恥ずかしと目かきがやってないからこんなごちゃごちゃしちゃってるの、そういうことなんですよ。そうですね、だからどっかである程度もう一回剪定で枝を抜いていくようになるんですけど、うん、恥ずかしと目かきっていうのは、まあ、そこら辺大事ですよ。ただ時期的に慌てなくてもいいですよと、はい、今からまあ秋ぐらいまでに向けて、うん、さっき冬って言っちゃったんですけど、まあそうですね、秋ぐらいに向けてやっていくといいかなっていう、はい、これからの作業ですね。ありがとうございます。はい、ということです。はい、で今日盛りだくさん。盛りだくさん。心拍ですね。で心拍も今日用意したのは、言いたいことは、まあ、とりあえず一つだけなんです。こういう伸びた剪定ですね、うんうん、杉葉の話をよく私するんですけど、はい、前回の心拍の動画で植え替えの時、まあ、6月の植え替えがいいよって言いながらも7月8月の休眠期いいんじゃないかって話をして、はい、で剪定もですね、杉葉を出させないためには私は11月以降がいいですよって、剪定は杉葉を出させないために、うん、っていうのは、まあ、そろそろもう休眠期に入ってくるから、はい、っていうことで言ってたんですけど、この間今の植え替えの話と合わせると7月8月は休眠期だから植え替えできるよってことは、休眠期だから枝剪定しても大丈夫なんじゃないかなって、はいはい、
水波を出させないために、うん、はい、ということでこれをチャレンジとしてちょっと切ってみましょう。はい、はい、だからもしかしたら水波になるかもしれない、うん、けど多分大丈夫じゃないかな、うん、そうですね、はい、正直切りますよね。でもこれ伸びたやつどうなんだろう。どうする？プロ切っちゃってる。で特に心配なのはこれも私も何度か言ったんですけど、緑のところで切ればいいんだけど茶色いところで切ると水波になるって言われるんですね、はい、それを、うん、そうなんですよ。この古いところを切ると水波になるって言われるんで、それもあえて切っちゃおうと。切っちゃう。江戸っ子でいい。よくわかんない。よくわかんない。はい。ということで、ちょっと切っていっちゃいます。はい。はい、私は今までやってこなかった、あんまり我慢して。あ、だからね、これはね、そもそもここまでならないですよ。だいたい滅みしてるから。そうですよね。うん、滅みを何にもしてないから。滅みしてないから伸びちゃって、茶色いところを切ることになっちゃう。そうなっちゃったっていうだけの話なんですけど、だから、滅みをしてれば、そもそもこんなことをやる必要ないんですね。こういうふうに維持しておくのが、まあ、本来なんですね。なるほど、はい、であとは戸屋になってきたら葉っぱのね、古っ葉をね、取っていく、はい、取っていくような。これ結構モコモコじゃないですか。モコモコですね。これこそ恥ずかしい。やりたいんです。やりたいですよね。今日やりたいのは、実は私が一番やりたいのは、うん、これを切るのと恥ずかしをしたいんです。あ、恥ずかしい。実はね、もうこれから私本当にね、心拍の恥ずかしが一番やった方がいいと思います。なるほど。蒸れて、だ要はこういう状態だと風も光も入らないから、もう一番枝が枯れてくる。枯れていっちゃいます。もう蒸れちゃって枯れちゃうんで、うん、だからそうそう、光と風を通すために恥ずかしっていうんで、こう古っ葉なんかを少し、で枝枯れしてるやつもね、結構これは少ないですけど結構あるんで、うんうんうん、でこういう取れとポロ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 取れるってことはもういらない葉っぱなんですよね。うん、そうですね、うん。内側の葉っぱが枯れてる。あ、茶色いのがね、いっぱい落ちてきますよね、これ。ってことですよね。動画ならではですよね。え？噛み合ってないね。え？話が。お互い好きなこと喋ってるから。珍しいですよね。二人ずつ好きなこと喋って。好きなこと。内側が枯れてるんじゃないですか？内側枯れてるから。そうそうそう。枯れが風でね。そうそう。で、こういうふうにね、こういう恥ずかしをいっぱいしてあげたいっていうのが、まあ、今日の夏の作業、ね、心拍のね、心拍はこれでもやっとかないとね、どんどん間延びした感じになっちゃう。そうそうそう、こういう特に模様着っぽくなるやつ、そうなんですよはね、ということでちょっとじゃあこれちょっと買ってっちゃいますね。はい、買って、はい、やってっちゃいます。いいですね、この時間かけずに、うん、トークで時間が割と早く終わるっていう。今日3本ぐらいいけそうですか？いや、だから恥ずかしいよね。やりたいんですよ、今日。あ、そっか。恥ずかしい。ここから。ここからですね、今先端を切って、その後恥ずかししますんで、はい、これが恥ずかししたら、どんなにスッキリするかというところをご覧いただければと思いますので、はい、ちょっと暑いんで中で、はいはい、作業したいと思います、はい、ジャンプしますか。はい、ジャンプして。危ないよ。どこで落ち着いて。危ない。終わりました。はい、これ透けてますかね。こう見ると粉が透けやすいと思います。あ、透けたって感じ。あ、そうですね、はい、ということでまだねちょっとやりたいんですけど、まあ、最低限これぐらいまでつければ日差しがね、そうですね、入って風も入るかなというところで、まあ、棚っぽくこうできたんじゃないかと思います、うん、はい、なんか恥ずかしさだけでね、ちょっと綺麗になりましたね。そうなんかね、こういうものが飾れそうな感じしますよね。飾れそうな感じですね、はい、ちょっとねだから将来この枝どうするか前から出てるんで、うんうん、小さく作るんだったらもうこれ飛ばしちゃうっていうね、作り方でこっち流れで多分この辺頭にしてとか、うんうんうん、あるでしょうし、まあ、先生これ太ったんですよ ね、こんな太ってこれはいいシャリができそうな、うん、またねシャリ作る機会があれば、はい、面白いと思うんでこれ、ね、やってみたいと思います。はい、はい、そういうこと。ハサミの方法は以前動画があるんでそちらは。あ、そうですね、もうハサミ1本でできますので、はいはい、そうですね、この時期ですけども、枝を剪定してみたということと古っ葉を少しこうね、取ってみてきれいに整理してみたということで、はい、はい、こんな感じでということで夏はやることいっぱいあります。はい、はい、雑木も小白も、ぜひ暑い中頑張って作業しましょう。はい、ということでこのチャンネルがいいねと
という方は、ちょっといいねボタンとチャンネル登録、はい、何でしたっけ、メンバーシップ、メンバーシップ、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、はい、ぜひで、9月の東寺園フェスと11月の作品展ありますので、はい、そちらもぜひお越しください。よろしくお願いします。ありがとうございます。暑い中。なんで、ということで、あ、わかりました。で、Q さんバチも出る。僕のはもう今作ってるやつは良くなったんですけど。良くなっちゃった、うん、あ、物がないんじゃないですか。物な、いや、なんか売れちゃってすぐ。いやいや、そんなことないです。出してないだけで。そっか、あ、そう。ネットに上げるのがめんどくさいだけで。いや、でも、うん、はい、なんか聞くところによると、某有名ハチ作家さんから高い評価を得て、高い評価を得ております、ね、はい、すごいですよね。なんかすごいね、ありがたいお言葉いただきね。で、ぜひ交換しようなんて。全然買ったらだって1万以上のハチですもんね、その人はね。そうですね。ということは Q さんそれだけ認められてるっていうことなんですかね。市場価格がもう上がってる。なんかね、なんつってたかな、うん、いや、僕なんてレベル全然違うじゃないですかみたいなこと言ったら、うんうんうん、作家としての資質が違いますみたいな。あ、やっぱり作ってる人は分かるんですね。やっぱ分かっちゃうか。分かっちゃうんだ。すごい。分かっちゃうんだ。分かっちゃうんだみたいな。だってあの発想ないですもんね。最初も私、と思ったけど。ちょっとまた変わってるのを作ってるんで。あ、そうなんですか。ヘドラはヘドラでも、今作ってるのが上下のないハチ。上下のない。要は この状態が顔になってるんですよ。ああ、はいはい。ひっくり、だからヘドラの垂れるのを全部逆にしたバージョン。それで植えられるんですか。こうひっくり返すと植えられます。ああ、なるほどなるほど。だからどっちも使えるっていう。ああ。で、かつ今ある鉢にそれをかぶせられるんですよ。だから。ああ、二つ使いで。上からこう。なるほど。普通の鉢でもいいから、こうやって上にこうやって置けるから、はい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 、結構面白いと思う。写真すら撮ってないや。あ、そう、うん、ぜひじゃあ今度あれですね、宣伝に。多分こんな長く使わないからおまけにいってると思います。おまけにいってるそうね、はい、そう、僕の部分カットされてると思う。大丈夫ですよ、はい、ぜひね、それも一つの売りですから。このチャンネルも9月の14、15、16、うん、16、3連休お待ちしてます。東寺園でそうですねやってますので、お待ちしております。はい、はい、今おまけ終わりました。おまけ終わり、はい。